何世紀にもわたって女性は家庭を守っていく存在と考えられてきました。そのため学問や社会活動といったものは全て男性の特権でした。ですが歴史には素晴らしい発明をして女性に対するステレオタイプや男性だけが世の中を動かしているという固定観念を覆してきた女性がたくさんいます。皆さんこんにちは。本日の動画では女性に対する偏見や思い込みを取り払っていきたいと思います。丸ノコ。18世紀の終わり頃になってシェーカーという有名なプロテスタントの一派が誕生しました。この宗派では地域での助け合いや性の平等、勤勉に働くことに大きな価値が置かれていました。タビサ・バビットはマサチューセッツにあるシェーカー教徒のコミュニティ内で生活し旗織りをして働いていたところ、1810年に自分の兄弟の仕事の負担を軽減する方法を考えつきました。バビットは男性が柄が2つある特殊なノコギリを使って丸太を切るとき前後に引いていることに気がつき、ノコギリを引いている男性の負担は2人とも同じなのに、木を削ることができていたのは前に引いた時だけで、後ろに引いた時は全く削れていませんでした。そこでバビットは無駄な負担を抑えるために丸ノコの原型となるものを自分で作成し、この発明は後に製材業でも使われるようになりました。ですがコミュニティの規律のせいで特許を取ることはできませんでした。コンパイラとプログラミング言語コボル。コンピューターの話となるとチャールズ・バベッジやアラン・チューリング、ビル・ゲイツといった著名人の名前が上がりがちですよね。ですが海軍将校グレース・マレー・ホッパーという女性もコンピューター産業に多大な貢献をしています。ホッパー将校が入隊したのは1943年で、ハーバード大学でアメリカ初の電気機械式計算機となる IBM ハーバードマーク1の開発に携わっていました。ホッパー将校はこのプロジェクトにおける3番目の責任者で、彼女が作成したオペレーションの指南書をその後後継者も使用していたほどでした。そして1950年に将校は英語で書かれた命令を機械語へと変換するコンパイラを発明することに成功しました。この発明のおかげで現在機械語を作成するのがとても簡単になり、プログラマーがミスをすることも少なくなりました。ホッパー将校はさらに初期のプログラミング言語の一つとなる共通事務所利用言語コボルの開発も担当していました。こうした功績を称えられて、彼女は多くの勲章を授与し、祝意を表して彼女の名前を冠した軍艦もあるほどです。最高段。マーサ・コストンが夫を亡くして未亡人になったのが1847年のことで、彼女はまだ21歳でした。さらに子供が4人おり、この先どうやって生きていけばいいのか、どうやって子供たちを養っていけばいいのか、全くわからないといった状況でした。ある晩、亡くなった夫のノートをめくっていると、夜間でも船同士がコミュニケーションを取れるような信号システムの構想が書かれているのを発見しました。コストンは詳しく調べてもらえないか叱るべきところへ頼んでみましたが、取り合ってもらえませんでした。しかしコストンはそれでも諦めはしませんでした。その後コストンは夫が考えた構想を完成品にするため10年の歳月を費やしました。ある夜花火を見ようと子供たちを外へと連れ出したところ、信号を花火のように打ち上げればいいという考えが彼女の頭をよぎりました。最終的にこのアイディアはうまくいき、アメリカ海軍が権利を買ってくれて、最高段は南北戦争時に至る所で用いられました。しかし残念ながら女性が一人で子供たちを養っていくのに十分なお金は手に入りませんでした。軍の資料によると12万ドル支払われているはずでしたが、コストンが実際に受け取った額はたった1万5千ドルで、彼女が女性であったために海軍は満額支払うのを拒否したとコストンは自身の自伝に記しています。紙袋。
マーガレットナイトが紙袋を発明したというわけではありませんが、初期の紙袋は物を運ぶのに非常に不便でした。というのも、袋というよりは封筒のような形をしていたので食料品を入れることなんてできませんでしたし、現在私たちが知っているような紙袋が登場するまでには時間を要しました。ナイトさんには感謝しなければなりませんね。紙袋に大きな底があれば重さを均等に分散することもでき、もっといろんなものを入れられるようになるということが彼女には分かっていました。1870年にナイトは紙袋の四角形の底を切って貼り付けることができる木製の装置を開発しました。しかし特許を得るため同じものを鉄で作ろうとしている間にこのアイディアが盗まれたことが判明しました。盗んだのはチャールズ・アナンという人物で、数ヶ月前にナイトが作った木製の装置を目にしていました。そこでアナンに対して訴訟を起こすと、アナンは女性にこのような複雑な装置を作れるはずがないと主張してきました。一方ナイトは自身のスケッチや設計図、メモ書きなどを全て提出し、その結果自分が発明したということが証明され、1871年に特許を取得することができました。食器洗い機。食器洗い機を発明したのは、流し台で何年も食器の山を洗い続けて無駄な時間を過ごすことにうんざりした人だと思いますよね。ですが初期の食器洗い機の特許を取得したジョセフィン・コクランは、食器洗いにそこまで時間を費やしていたわけではありませんでした。実際には昼食をとった後、コクランの下で働いていた従業員が流し台で片付けをしていた際、高価な中国磁器のセットを割ってしまったことが発明の動機につながりました。コクランは上流階級に属していて、好んで娯楽に興じていましたが、1883年に夫が亡くなってからは膨大な借金に追われていました。そこで彼女は異物を大量に売り払ってしまう代わりに、食器を傷つけることなく洗浄することができる装置の開発に没頭しました。コクランが発明した装置は、食器に強力な水のジェットを吹きかけるというもので、1886年に特許を取得しました。しかし、この装置を使うには水を温める必要があり、そうした設備が整っていない家庭が多かったため、個人にはあまり売れず、温水を使うことができたとしても、女性がタダでやってくれることにお金を払おうという人はいませんでした。ですが彼女はそんな挫折にもめげずに、大きなホテルやレストランの支配人と面会をして、何十人もの従業員にお金を払ってやってもらっている仕事を、食器洗い機が代わりにやってくれるんだということを力説しました。ですが結局そうこうしているうちに、私用で購入する家庭が増えていく結果となりました。ワイパー。20世紀初めの頃、メアリー・アンダーソンは初めてニューヨークを訪れたのですが、そこで彼女が目にしたものは、今日観光客が見るニューヨークとは全く異なっていました。当時はまだ延々と続くほどの交通渋滞なんてありませんでしたし、おびただしい数の車が早く行けとクラクションを鳴らし合うということもありませんでした。アンダーソンはこの時トラムに乗って雪がたくさん降っている街を途中通ったのですが、運転手が数分ごとにフロントガラスの雪を払うため停車していることに気がつきました。どの運転手も同じようにしていたので、雨や雪が降った時は本当に災難でした。家に戻るとアンダーソンは取っ手を軸にしてフロントガラスの外側に固定できる専用のアームを開発しました。これでガラスをきれいにしなければならない時でも、運転手はただ取っ手を引っ張るだけで視界をきれいにすることができました。その後アンダーソンは特許を取得しましたが、男性らは高く評価してくれず、20年も後になってやっとヘンリー・リーランドというキャデラックを創業した人物が彼女のアイディアを採用してくれることになりました。今ではワイパーなしの車なんて想像もできませんね。本日はこれで以上です。ご覧いただきありがとうございます。面白いと思っていただけたら幸いです。ちなみにこの動画にインスパイアされて、私も試しに何か発明しようと思ってるんです。ではまたお会いしましょう。さようなら。